水田特集会病院は2014年7月1日に大阪府水田市に開院した特集会系列の医療法人沖縄特集会が運営する民間病院である特集会の68番目の病院富士銀行のグラウンドやテニスコートなどがあった跡地に建設された救急国事病院公益財団法人日本医療機能評価機構認定病院 エントランスホールは3層吹き抜け構造で、外交を多く取り入れた作りとなっている。1階には、知見支援会社のインクロムの子会社が運営する、健康食のカフェレストランがある。当院では、モービレ ICU が運用されている。AB、吹田特集会病院、特集会6年ぶり新規開設大阪府吹田市に7月1日オープン。特集新聞。 http://www.tokushukai.or.jp m e d i a メ e ィアス s h i n p u n q 3 4 .html 2016年10月30日閲覧豊の医療圏、豊の医療圏、三次救急医療体制二次救急医療体制大阪府ホームページ。 2016年10月30日閲覧、病院建設、協調融資100億円、リソナ銀特集会向けに、日経金融新聞、2006年4月18日付長官、3面、沖縄特集会水田病院、月末にも着工へ、施設計志向は、大林組に内定、日韓建設工業新聞、2012年6月20日付長官、 8面。大阪府救急国事医療機関一覧。PDF ファイル。156キロバイト。大阪府健康医療部保健医療室医療対策課。救急災害医療グループ。2020年7月3日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年7月3日閲覧。ABC 病院遠隔。 スイた特集会病院。2020年7月3日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAABACADAAFAGI 大阪府医療機関情報システム。大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画科企画調整グループ。2020年7月3日閲覧。 近代建築者 2014P161 クロスモー特集小施設多少例の知見実現品質効率の向上とコスト削減に効果薬事日報2014年6月13日付長官11面 FBI ステップアップイコールインクロムプラス薬の町に1号店開業知見のノウハウ健康食事業に富士山系ビジネス Y 2014年9月22日付長官8面 ABC 交通アクセススイタ特集会病院2020年7月3日閲覧ありがとうございます